どうもスイカ王道です。本日何気なく回したノーマルスカートでロジンくんが出ました。イエイイエイ。やっぱロジンくんといえばいいファスピッチですよ。うむむむむ、いや待てよ、これは企画で使える。91キロのいいファスピッチ、153キロのストレート、なんだこの球速差は。これはもしかしてイーファスピッチとストレートだけで抑えることができるんじゃないか。ということで本日の企画、ストレートとイーファスピッチの球速差を利用して無双しよう。はい、ということでこのストレートとイーファスピッチだけで抑えてやろうと思います。まあただね、さすがにこのストレートとイーファスピッチだけじゃきついということで、今回失投もありにしようと思います。まあだから実質4球種、ストレート、ストレートの失投を、イーファスピッチ、イーファスピッチの失投、この4球種で戦っていこうと思います。まあね、この失投の使い方がね、肝になりますね。イーファスピッチの失投かと思いきやストレートの失投だったり、ストレートの失投かと思いきやイーファスピッチの失投だったりでね、なんかそんなこんなで打者を翻弄できればいいなと思っております。ということで、やっていきましょう。じゃあやっていきますか。今ね、めちゃくちゃトイレしたいからもう、超特急で終わらせるわ。よろしゅう狼少年、かわいそうに。まずは援護点をたくさんあげましょう。はい、取られた。変化量マイナス1とかかえって打ちにくいんだけど、ガチで。よっしゃー、来た。どんどん行くぞ。もう援護点なんて何点あってもいいから、何点取られるかわからないからな。いやだけどぶっちゃけ個人的には結構抑えれるんじゃないかなとは思ってる。よいしょ、抜けない。さすがに1点じゃ逃げ切れないぞ。もっと点取らんと。あー、トイレしたい。やばい、膀胱が破裂する。オッケー。あー、漏れる。よし、来た。入るんちゃうの。わー、惜しい。よし、完璧、完璧にオリンピック。いやー、坂倉さんガツンといっちゃってください。6点差ぐらいは欲しいな。やっぱり6点ないと不安で夜も眠れないわ。よしや、よしじゃねえ、よしじゃねえ、それセカンドゴロ。はい、ってことで本日のメインディッシュ、じゃあまずはイーファースピッチの失投行かせていただきます。うわ、ストライク入れよ、おもんねえな。もう一球、挨拶代わりのいいね。で、今度は、イーファースピッチの失投かと思いきや、ストレートの失投。いや、コントロールしっかりしろ、ガチで。じゃあ、失投じゃないイーファースピッチいきます。やばい、制球がやばいわ。ストレートの失投。嘘やん！もうちょいなんか、通用する展開を予想してたんだけど。ダメだ、全然ダメだ。Help me!危ねえ。で、ストレートの失投。よしよしよし、そういうこと、そういうこと。決め球は、ノーマルイーファスピッチ。よし、詰まってる、詰まってる、詰まってる。いけいけいけ、よし、楽しい、これ。制球1。わろた。ちゃんとストレート。よしよし、いや、取れよ、今のは。何のための柳田シフトやねん、この野郎。いいんじゃないか、いいんじゃないか。ダメでーす。はい、ダメ。やばいやばい、何点あっても足りねえ。援護点が何点あっても足りないぞ、これ。何投げたらいいんですか、これ。イーファスピッチ、いけいけいけ。いけ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 。なんで追いつかれたよ、これで。よし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 。これがたまらん。よしよしよし、だけど逆転されていく。一回5失点の大炎上。いいんじゃないか？さあ点取るぞ。よし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 。かっ飛ばせ高橋由伸。背番号24。オッケー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 。はい、伊藤博美に捧げるホームラン。いや、ファールかい。いや、ボール球かい。あーん。あー、抜けろ、抜け、お、おい、取るんかい。取るんかい。なんか今抜けたかなと思ったけど。さあ、伊藤博美。2点差を守り抜け。挨拶代わりのイーファス失投を。
ちょ、もう一球ぐらいぶち込んどくか。はい、取れ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 。やばいっすね、これ。これはやばいわ。走ってきたのと？なんてやつら。あ、やばい。ごめんなさい、ごめんなさい。ダメやん、これ。対戦ありがとうございました。よし。負けた。山田明夫。よろしゅう。おーっと、これは年俸5億の有原さんではないか。あーん。よいしょ、決まった、これ。はい、ちょれ、惜しい。お、危な、際ど。はい、決まった、これ。よし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 。モイちゃん来たわ。タイピン出てないモイネロはただのモイネロ。いや、ただのカモ。よし、オッケー。はい、ちょれ。ちょれちょれちょれ。おめでとうございます。タイピン発動おめでとう。お祝いにホームラン打ってあげるよ。あい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 。いや、決まった。よし。待って、これ強制してまうじゃん。あかん、強制してまう。殿下の宝刀バント。困った時はバントです。これもうね、ナメプとかじゃないんだよね。うん、動画を成り立たせるためのもう一つの手段でしかないから、本当に勘違いしないでほしい。もうこればっかは仕方ない。本当にね、したくてしてるんじゃないんで。これ僕の打率も犠牲になってるので。はい、先ほどの試合の反省を生かしてやっていきましょう。まあ、ちょっとね、さっきの試合は失投が多すぎたね。だからちょっと今回はなるべく失投少なめにいこうかなと思います。オッケー。やっぱ失投はなんだかんだ言って打たれるよ。当たり前だけどな。当たり前だけど、やっぱ、それを改めて痛感したので、なるべく失投は投げない方向に行こうと思います。で、基本的にはこのイーファスピッチ主体。おい、何してんねん、ガチで。ケツ穴、お前何しとんねん、ガチで。オッケー。イーファスピッチ強えな。これだけで飯食えるわ。これだけでご飯3杯食える。そろそろストレートを見しときたいよね。次あたり行く。すげえ。これがノーヒットノーランってやつか。